このバンカーはこんぐらい。あ、待って、リボルバー見える。うわー、これオリビエに渡したいな。あ、こういうところ入ったら大体タチアナが語りかけてきそうな気がしたけど、今回はだんまりだった。そうだな、鍵師の隠れ家というか拠点、あそこクラフトステーションあったから、ちょっとピッキングツール作れないか見に行くか。この辺はもうなんもないね。なんか緑、すげえ緑。待って、ちょっと迷ってる。これどこだ？結構フェンスで森の中囲まれてんのか。ハテナがね、もう一箇所あるんだよね。なんかある？ん？今人の声した？あ、この声はもしかして、チェルノブライトに囚われてる兵士が？そういうわけじゃない。ぐずってる兵士。タッチ？ああ！地面にかけた。いや、2枚で。お八重八層だ。は、はあ、はあ、顔にチェルノブライトの兵士。なんだこいつ。彼女を見つけられないって？え、何これ。こっち近づいたらやばいかな。鍵師の拠点どの辺だったっけな。あ、あった。俺、大丈夫？入って。大丈夫ない。大丈夫ない。ダメだ。ガスマスクが必要だ。フィルターはあるけどガスマスクないんだよ。そっか。このハテナってアイテムスタッシュじゃなかったっけ？行ってみるか。何これ、日数によっては汚染地帯がこんなに増えるの？うん、これ多分この下だ。だけどどっちみちこっちもピッキングが必要だったよな。そうだね、そうなんだよ。手がかりらしきものはそこにあるんだよ。前あったか、こんなとこに手がかり。まあいいや、今回はこんなところか。レーションはまだ余裕あったし帰るか。違う。おお、いろいろ拾ってきた。めちゃくちゃ拾ってきたわけでもないけど。さて、仲間はミッションが成功して満足していますが、体力が少し低下しました。はいはい。あなたの基地はあまり快適ではなく、仲間が落ち着けません。空気も良くない。放射線防護レベルも低い。電力がねえ。分かってんだよ、そんなことは。うん。とりあえず普通のレーション。はい。
タラカンのことは信用しなくてよかったってことになるから、モスクワアイには行かなくて正解だったんかな。Я понимаю, что у тебя много дел. 分かってんだよ、それは。Но нам на базе не помешает электричество. Ты можешь собрать генератор? はい、発電機。Конечно, я сделаю генератор. Поищи детали на базе. Без электричества нам тут никак. せやな。なんだったっけな、電力供給の。そう、これ、これを作るために必要なものをみんな作りきったから、これで電力は通るはず。 OK。 オリビエは新しいステータスを獲得した。安定。そんなに情緒不安定か、オリビエ。で、これによってリボルバー君を強化、弾倉、トリガー、バレル、ストックとハンドル、サイト、スナイパースコープ、リボルバーにか。まあ何でもいいから、とりあえずサイトは欲しかった。はい、これ気休め程度のサイト。まあないよりはいいでしょう。弾薬は別に今大した持ってねえから。リコイル低減か。リコイル低減のソフトトリガーなんでキノコ使うんだろうな、これを作るのに。はい、バレル、サプレッサー、サプレッサーか。ちょっと欲しいな、これ。あとはちょっといろいろつけれるだけつけてみよう。リコイル低減をメインにしようか。こんぐらいでいい、ひとまず。お、薬草ちょっとできてる。これもっと作りたいな。キノコ結構重要になるから。これを作るのに結構キノコ使うんだよな。困ったな。じゃあちょっと居住地のね、快適さを上げるために装飾してみようか。今作れるもので、いろいろ。これ、チェルノブライトを生成できる機械があるのか。でっか。いやー、今電子部品が、装飾品を作るにせよ圧倒的に不足してるわ。結局ゴミ箱とドラム缶をいただけ。Отлично. Я смотрю, жизнь налаживается. はい。快適さを上げるにはどうしたらいいんだろうな。Слушай. Но я с радостью. はい。スタンです。Отлично. Иди за мной. Чтобы устранить врага, нужно мужество. Чтобы сделать это тихо, талант. Первого у тебя, как я вижу, хватает. А вот со вторым большие проблемы. Сегодня мы будем учиться...оглушать противника, не попавшись на глаза ему или его союзникам. Тут главное не только быть незаметным, но и немного разбираться в человеческой анатомии. Знать, сколько силы нужно применить, чтобы вывести врага из строя, не убив его. Подкрепим теорию практикой. Подкрадись ко мне и примени удушающий захват. Ху.
いいライフル持ってんな。начнем。はい。オリビエは急にこっち振り向いたりするかな。Я не должен тебя увидеть, иначе теряется весь смысл упражнения. С самого начала. はい。ティ。Ладно, Игорь, достаточно. Отличный результат. Молодцом, солдат. これでいいの？てか治療キット渡したのにさ、いつその腕治るの？Что случилось, Игорь? はい、スタン覚えた。これね、精神に悪影響を与えない。オリビエしかいない間はもうとにかくオリビエから得られるパークを全部習得したい。空気室ってさ、何を置いたら良くなるわけ？これか。え？空気清浄機これ？へえ。ああ、じゃあまあこれを置けば解決できることだ。Так держать. Пусть тебя все боятся. はいはい。И тогда ты сможешь защитить своих ближних. まあどの道部品が足りねえんだ。はい。そこそこ情報は手に入ってきてるんだけど、カフェプリピャチってとこが KGB の重要なハブ、まあいわゆる拠点か。こいつはね、そのうち仲間になりそうな気がするんだけど。諜報員、コードネームスプリンター。はい。今日はタチアナはいないか。ラジオ無反応。うわ、天気悪い。Игорь, есть разговор. Что случилось? Тут кое-что всплыло. В радиоэфире НАР настоящее оживление. Ищут кого-то, предположительно предателя и вора. Удалось выяснить локацию. Это Капачи.Село возле реки Припять. Возможно, это наш билет на станцию. Этот человек может что-то знать или иметь доступ к оборудованию. Что он, по-твоему, может знать? Пароли и кодовые слова, имена, доступ к форме, даже к пайкам. И задание выглядит несложным. Если будешь действовать шустро и грамотно, может, даже на нар не нарвешься. Ты прав. Это может быть важно.Как минимум стоит поболтать с этим их предателем. Я рад, что мы друг друга поняли. Это в Капачах. Не заблудишься. はい、もうコパチ何度も言ってんだけど、忘れるとこだった。ピッキングツール。作れるか見てみよう。これだ。うわあ、すべての部品が足りない。工業用研磨機。これ設置できればロックピック作り放題だ。あ、作り放題ではないか。多分ロックピック作るアイテムも必要だろうけど。立ち入り禁止区域はプレイヤーの決定と進行に応じて変化する。いや、ヘリコプター飛んでんだ。巡回が多ければ戦闘態勢を整えること。シェルノブライトが多く見つかったなら、より強力なモンスターが増える可能性が高い。わあ、これ日数重ねるほど難易度上がっていくな。はあ、ガスマスクが必要になってきそうだが、はい。これさ、永遠に基地で待機してたらどうなるんだろう。あー、オリビエ
かせて大丈夫かな。いや、休憩させよう。オッケー、小鉢行こう。Говорят, враг моего врага мой друг. Но можно ли доверять предателю, Игорь? Доверие очень хрупкая вещь. Тяжело построить и легко разрушить. Но ты ведь по-прежнему доверяешь мне. Правда, любимый? Ва, 視界悪い。あ、でも視界が悪いなら敵も視界が悪いはず。オリビエによると NAR がコパチで逃亡者を探している、うん、場所が分かってるっていうね。待てよ、こっちからスタートしたってことは鍵師のクラフトステーションに入れる可能性がありそう。あ、違う、ちょっとアイテム集めないとな。ここは入れないんだけど、このバーナーを作るのにもきっとなんか作業台が必要なんでしょう。特定の、うん、キノコが欲しい。この辺キノコ鳴ってない、鳴ってないか。わあ、不気味。今のところまだモンスターらしいモンスターとは出会ってないな。ここのお家前散策したけどアイテムスポーンしてないかな。あ、キノコキノコ。ん？なんかドシンドシン聞こえるんだけど。え？あ！これモンスターの音だ。近づかんとこ。体力はまだ大丈夫。こっち進むか。これ大丈夫だよね、汚染ダメージとかないよね。裏切り者の場所に近づいていくな。ちょっとこっちのハテナチェックしたい。多分兵士がいる。この辺のフェンスね、隙間があったはず、一箇所だけ。あれ？ない。隙間とかではないか。回り道できんのか。敵はいるかな？うわ、何も見えねえ。あ、見えた。どうだ？誰もいない？ちょっと左寄りで出すぎたかな。さあどうだ？あー、誰もいないかな。薬草となんか緑に。これまさかチェルノブライトに囚われ兵士。ひっ、いや、囚われてるっていうか、
しんでるっていうか、なんだなんだ一体これだけか。リボルバー弾が、リボルバーがちょっと手に入った弾。こっちは裏切り者を調査しに来てるんだよ。